お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM 福岡ソフトバンクホークスベースボールカード2024の開封動画後編の9パックやっていきたいと思います。それではね、9パックやっていきたいと思います。それではね、後編の1パック目でございます。野村勇内野手でございます。牧原浩太捕手でございます。で、甲斐拓也捕手のカードでございます。で、大関友下投手の、ね、カードでございます。で、峰井宏樹内野手のこれキラーでございます。かつてね、横浜 DeNA ベイターズもね、在籍しておりました。で、和田剛投手でございます。で、岩井俊介投手のカードでございます。2袋目でございます。今宮健太内野手でございます。牧原大成内野手でございます。で、山川穂高内野手の、ね、カードでございます。前編にもお伝えた通り、埼玉西武ライオンズから FA で加入してきました。で、和田剛投手のこちらカードでございます。ちょっと斜めになってるわけはですね、私の顔が映ってしまいますのでね、その辺はご了承ください。近藤健介外野手でございます。かつてね、日ハムにも在籍しておりました。村田圭一投手でございます。長谷川武弘投手でございます。日ハムから、現役ドラフトで加入してまいりました。3袋目でございます。柳田悠岐外野手のこれカードでございます。風間球太投手でございます。谷川原健太捕手でございます。広瀬龍太内野手でございます。石川修太投手でございます。渡辺陸捕手でございます。川田純平内野手でございます。4袋目でございます。沢柳、陽太郎投手でございます。柳町達外野手でございます。杉山和樹、投手でございます。中村明外野手のカードでございます。村田健一投手の、キラーでございます。大関智久投手のカードでございます。木村大成、投手でございます。5袋目でございます。ちょっとね、氷が落ちる音しました。失礼いたしました。牧原浩太捕手でございます。で、柳町選手、正木選手、広瀬選手のカードでございます。周東右京内野手でございます。ちょっと映像がね、ぼやけてしまいますが、ご了承ください。野村勇内野手でございます。周東右京内野手の、ね、キラーでございます。片谷俊介投手でございます。岩井俊介、投手でございます。
6袋目でございます。近藤健介外野手でございます。藤田雄太郎捕手でございます。正義勝樹投手でございます。勝ってね、これ中日ドラゴンズにも在籍しておりました。尾形修斗投手でございます。で、岩井俊介投手のこちらね、これは200シリーズでございます。ちょっとね、鏡が映ってしまいましたが、ご了承ください。で、こちらね、200シリーズでございます、ね。私の顔がね、ちょっと映ってしまいますのでね、その辺はご了承ください。はい、今宮健太、内野手でございます。キラでございます。松本春、投手でございます。またね、映像が、ぼやけてしまいますが、ご了承ください。7袋目でございます。峰井弘樹内野手でございます。近藤健介外野手でございます。藤井光也投手でございます。栗原陽也内野手でございます。で、周東右京内野手の、ね、カードでございます。柳田悠岐外野手の、キラでございます。で、ロベルト・オスナ投手でございます。8袋目でございます。谷川原健太捕手でございます。栗原陽也内野手でございます。で、これはアダム・ウォーカー外野手のカードでございます。トレードで読売ジャイアンツから加入しました。で、柳田悠岐外野手のカードでございます。野村勇内野手のキラでございます。で、ホークスのマスコットでございますね。こちらでございます。で、井森雅樹内野手でございます。で、最後の9袋目でございます。山川穂高内野手でございます。栗原陽也内野手のカードでございます。ダーウィンソン・ヘルナンデス投手でございます。で、柳町達る外野手でございます。で、今回は、ね、柳原大成内野手のこれが、英語苦手なのでちょっとご了承ください。マジカルカードですね、これね。でございます。こちら50シリーズでございます。今回はね、直筆カードが出ませんでした。大変、ご了承ください。またね、こういったお金がありましたら、開封動画としてやっていきますので、よろしくお願いします。今後の予定なんですが、15日は、2024年の、プロ野球チップス第1弾の開封動画第3回目を予定しております。で、この後もね、BBM さんやエポックさんの他にもね、開封動画としてやっていきますのでよろしくお願いいたします。また、サブチャンネルでは料理動画をやっております。夕飯動画を毎日ほぼ毎日上げております。で、毎週水曜日には試食動画をやっております。レトルトカレー、レトルト、カップラーメン、カップ焼きそば、冷凍食品などを挙げております。ぜひ、興味のある方はそちらもぜひご覧になってください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。